城に来ました。お城はないんです。石垣とお堀だけですね。中は役所です。この辺官庁街なんだね。官庁街。この石垣あれ前本物本物古源じゃなくて、あでもあの橋が綺麗じゃん。山里口御門。大岡橋を渡ります。綺麗だわ。確かに山里口御門は福井城本丸の西側を守る門として築城当時からあり、廊下橋御門とも呼ばれていました。天下分け後の関ヶ原で徳川家康が天下を握ると、家康は自らの次男結城秀康に越前68万石を与え、勝家の北の少女を取り込むように新たな城を計画。家康が自ら縄張りし、築城工事には全国の大名が駆り出されたと伝わる天下普請の巨大なお城、それが福井城だ。家康は外様の加賀前田藩を抑えるため、ここ福井を全国の中でも特に官僚の地として重視していたのだ。これもやっぱ尺谷石、これ福井でしか取れないんだってね。この尺谷石って加工し、ね、加工しやすいけど脆いと。あの軽石みたいな感じだよね。あの火山だって言ってた、うん、今はもうないんだってこの尺谷石。でも昔はこれが一般的だったみたいだよ。福井では綺麗に四角だもんね。墓石とかさ、敷石なんかもこの尺谷石使ってたんだってよ。井戸がある。福の井、福井、この井戸、この井戸、福の井が福井の名の由来になったという説も生まれました。福の井が福井、これこの福井城が建つ前のこの北の少女があった時からの井戸だから相当古いね。天守は建物の高さ約30メートル、天守台を含めると40メートルにも及ぶ45階の巨大な高層建造物でした。1階と2階は東西約20メートル、南北約24メートル、最上階の5階でも約8メートルから10メートルあって、畳40枚を引けるほどでした。河原御門、本丸の正門で城内で最大の門だったんだって。中は県庁が入ってるのか。本丸御殿、藩主が政務を行う福井城内で最も重要な施設で、本丸の中央部にあたります。総面積は1000坪、畳の枚数にして2000枚も引ける大規模な建物でした。福井駅に来ました。恐竜に会いに来ました。恐竜王国福井。
威嚇し合ってる。睨み合ってますね。柴田神社北の庄城跡。柴田勝家が築いた北の庄城、福井城の前身となる城である。9層だってすごいね。9層の天守閣を。しかし勝家は信長の死後に秀吉と覇権を争った賤ヶ岳の戦いで敗北。秀吉の大軍に包囲される中、天守に火を放ち、信長の妹で妻であったお市とともに自害したのであった。この3人の娘は秀吉の方に命乞いで送ったんだね。拝殿下の石垣は発掘調査で出土した状態のまま展示してあります。この石垣は福井城三の丸南に位置する曲輪の南西にあたり、当時は今の石垣よりさらに数段高く積まれていました。堀はここより西へ約150メートル続き、堀幅は約18メートルありました。で修行して習った特製のレシピを日本人好みに合わせて作ったウスターソース。ご飯にかけるととても美味しい。パン粉がついてるかついてないか分かんないぐらい細かいパン粉だった。よく味が染みてたわ。だから食べやすい、うん、ソースの味は？ソースの味もいい。よかった、うん、ちょうどいい。ちょっと変わったソースだよね、味がね、うん、普通のウスターソースと違う。美味しかったよ、うん、美味しかった、うん、陽光館庭園に来ました。陽光館庭園はかつての福井藩主松平家の別邸で、江戸時代初期から中期にかけて作られました。正確な時期は明らかではないのですが、三代忠政時代に藩邸となり、城下を流れる飲料用の水路である柴原浄水を引き込んで池を作り、汚染水屋敷になったと考えられています。これこけら葺き、岩田葺きじゃなくてゲラ吹きですか。透かし彫りのような。ここでお茶でも飲みながら。天井は網代。そう、網代。綺麗な水だね。コンポ湧いてる。すごい。削ってというか、自然石の石橋だって。川のごとく流れる。作り珍しいよね、こういう作り。土手じゃないけど、こう教会作るじゃんね。そういうのは全然なくて、自然に流れてるって感じで、境目がはっきりしないのいいね。この黒い、この丸々の石がすごいな。何石だろう、これ。綺麗に引いてある。いいね、ここ。向こう側から上がれるのかな。いいじゃないですか。いい風。
風ですね。くし形の大間、お庭は池を中心に数寄屋造りの屋敷と池周りの園路からさまざまな景色を楽しめる回遊式臨泉庭園となっています。鶏、やっぱり板にこうやって描いてある絵はいいなぁ。ここでお月見するのね。県内外で産出した多彩な石の特徴をうまく庭作りに生かしています。螺鈿細工だ、これすごいよ、この螺鈿ね。細工がすごいね、彫りも。鉾島は東尋坊と同じ柱状摂理が見られ、海に突き出るようにそそり立ち、岩が鉾を立ったように並んでいることからこの名がつきました。周囲80メートル、高さ50メートルほどの島の断崖に松やグミなどが茂り、頂上からは北東の方向に亀島、さらに後方には東尋坊や小島が望めます。でもここもまあ結構綺麗な柱状摂理だね。これなんかいろんな塔になってるような。結構きついわ。よいしょ。祠があった。不動明が安置されてる。東尋坊ってどこだ？ずっと向こう。遥か向こう。見えない。すごいねだけど、この柱状摂理。東尋坊の前哨戦ね。